皆様どうもおはようございます。窪塚です。はい、今回で無印版はね、終わりにしようと思います。ようやく用意が整ったんで、まあ、どう整ったかというと、まあ、全員なんとかこう、ステータスマックスにしたと。無双ゲージあえて上げてないんで、マックスして、で、武器も、まあ、最低限いいのがこしらえたんで、これまあ文句なく、ん？これ超低いな、こいつ。聴覚ちょっと低いな。お、今見つけたぞ。これちょっと低かったな。お前逃げられると思ってたのか？ということでね、今回は、最後ということで、周瑜のリベンジをちょっとしたいなと。周瑜のリベンジ。まあ、おそらくクリアはできない。で、プラス、さっき聴覚が体力少ないの見つけたんで、聴覚も、まあ、後期の乱、ユニーク武器でゴミほど手こずったあれを、まあ、最後やって記念受験よ。合格不合格じゃないと。記念受験して、無印版終わって、猛将伝に移行しようかなと思います。ということで、まずは、周瑜リベンジからだね。これね。これちょっとね、考えてたんだよ、さっき。考えてたんだけど、俺の作戦を聞いてくれ。頼む。もうどうせ本編始まったらボコボコにされるの分かってるから。まず、問題点1はこの無双ゲージが上がっちゃうことなんですよね。他はこれね。無双ゲージが上がっちゃうけど、まあ、武器自体は強いんで、攻撃、防御、チャージがついてるんで、まあ、これはなかなか外せないところではある。まあ、何より攻撃力高いからね。ということで、まあ、あとどうこう大多数に向かって挑んでいけばいいのか、まあ、分かんないわけよ。分かんなくなった時に、どうするのか。もうこれしかないのかなと、やはり我々に残された道はこれしかないのかなと。で、ゲージが満タンになったら、で、そうそう、これでセンターをつけると。あ、センターじゃない、カッタン。ゲージが満タンになったら、降りて、新乱武将、また馬に乗るっていう。この作戦しかない気がする。基本も、敵軍団長を狙っていくと。画面を大きくするか。それでどうかな。で、言い訳は、もし俺が即やられた時の言い訳は、もう簡単。体調が悪いっていう、最強の言い訳があるから、俺には。それを使っていく。だって体調が悪いんだもんって。みんな周瑜の指示ここに従で、い、貯めていく。勝利を収めるのだ。はい、クソほど溜まりません。持ちこたえよ。この時点で私の計画、崩れてます。これは、これどうしたらいいんですかね。もうちょっと溜まると思ってた。こんなに溜まんないの？これ非常にまずこれですね、これ。これはもはや、希望の芽が絶たれた。結構、思ってたより火力はあるような気がしなくもないんだけど、これ待って、これ一回降りた方がいいな。俺がぶっ飛ばしてやる。これ溜めよう。溜めて、やべ、もうすげえ食らった。よし、あっちにもいるな、雑魚兵が。これどうだ。待って、これはまずいな。ガーされてるけど、これでも、カッターあるから、めくれめくれめくれ。オッケー。一回でもいい。まずい。しっかり来た。痛い、痛い。回復いいぞ。いつでも回復してくれ。オッケー。一人ぶっ飛ばしたでしょ。いつでも回復してくれ、俺は。カモン。カモン、姉ちゃん。ちょっとまずっぽいっすね。ちょっと調子悪いっすね。厳しいね。回復してくれ、いつでも。足を落としもうてみ欲しいないかぞ。い？おっちゃん欲中央のしいぞ、信今。号を閉ざせばこっちのもんさ。降りて戦うと、すげえな。うるさい、うるさい、うるさい。止まるとまずい。女来てくれ、女。お前の力が必要だ。一人だと
まずい、これまずい、これがまずいんだよ。もうダッシュ折った後が死ぬっていう。まずいぞこれ。まずいって、回復力やばい、これ死ぬ。もう怖い。これ今なんか肉まん見えなかった。お、回復ありがてえ。あ、肉まんじゃねえや。なんでお前はそんな耐えるんだ。回復器くれ、回復くれ、女。潮時ってやつだな。ちょ、回復がないっす。回復がないけど、とりあえずここまで来た。これ過去最高地点じゃない。ちょ、回復探して、うるせえ。あ、こっち。こっち、橋。はしご外されるんだった。下回ってないね、この人。進路を塞がれただと。神経もぶっ飛ばして。味方が上がってこれない。長領もぶっ飛ばしたいんだよ。騙せたよ。おお、じじい。よくやった。この戦、ここからが難儀だね。長領ぶっ飛ばそうか。その方が家計の成功率が上がる。ちょっと外交しっぺね、これ。策はなったよ。周遊殿。ちょっと欲しいね、これ。家計の効果は倍増。先ほどの進路の閉鎖といい、見事だな。ちょ、こんなに遅いの。中央の敵線を占拠せよ。カッタン使ってもこんなに遅いの。まずいよ、これ。後ろ回ったらまずいって。まずい、これまずい。容赦せぬ。なんでこの食らうんだ。回復くれ、カム。回復くれ、回復くれ俺に。まずい。嘘、溜まってなかった。嘘出ると思ったのに。ナイスナイス、その回復ありがて。ちょ、拾えない。ナイス、その回復ありがて。これ食らったら死ぬぞ。やーべえ、攻撃なんだそれ。クイックターンアタック、どこ行った。超量消えた。どこ行った。あそこだ。逃げやがったあいつ。ナイス。あー、こいつガードしやがった。あ、ガードし、死ね。オッケー。ちょっと回復マジくれ。回復くれ、いいぞ。回復、そう、回復戦はありがてえ。ちょっと回復してくんない。で、神経ロシックやられちゃうから。よーし、これより家計戦の準備に入る。でも左側はだいぶ、あの、あっち、総比の、なんか、星銀着もいるのか、星。あ、そうか、で、俺が周遊だから、そうか、俺が死んで家計が失敗することはないのか。てか、そうだよ、俺の士気上げてれば、こいつ誰だ？帝鳳はやられちゃうけど、俺の士気高いっしょ。あ、もう粘ってくれんのか。総比の士気高いやん。新規倒しておきたいな。でも新規ってやられるだろうな。そういう怖さはある。覚醒でぶっ飛ばしたいな。覚醒でぶっ飛ばすか。これまずいぞ。なんで増えた。あぶねあぶね。でもこれ出した後危ないな。まずいまずいまずい。まずいぞこれ。どうした。オッケー。おし、なんかもう全然喋れてないぞ俺。待て、回復が欲しい。俺の馬どこ行った。新規はやったし、回復れ女。回復おゲットか。100で回復くれ、回復してくれ。
ちはもったいねえな、あれ。孤立しているぞ議長。いや、分かってる、分かってるんだ、分かってるけど、この孤立は必要な孤立だよ。風をどこ行くんだ。これより家計待ってもいいかもな。装備のちょっと雑魚を蹴散らしておきたいところがある、正直。 OKOK、 これこうやってちょっと安全地点からアイドル士気を下げるっていう、ちょっと賢くない、わりかし賢いと思う。なんだこいつら。じゃ新規のゴミはいいんだよ。やべえこれ、ちょ今、今のもう一回、そうそうそう、もう一回いいよ。お前の回復してあげたい。新規の雑魚はどうでもいいんだよ。ちょ、こっち行こう。うわ、なんかいる、なんかいる。邪魔だ。いや大丈夫、それ全部ね、あの長領の軍だから関係ないですよ。やーばい。そうそうですね、その回復マジありがたい。マジこれ、この回復持ちじゃないと無理だろ。さあこれで装備の士気を順調に下げていく。いや、回復、回復いつでもいいぞ。ナイス。お前が死んだ、お前が死んだ時、俺は死ぬ時。ナイスすぎる。オッケー。こんだけ葬儀へばらしたらいいだろ。こいつ殺したらもうさらに死ぬ。オッケー、ナイスナイスナイス。これでだいぶ楽になったんじゃないか。で、両サイドは確かはいかいないから、送信送球は、割とほっときゃいい気がする。拠点潰しとこうか、念のため。拠点潰しとこう。OK、OK。よし、敵戦に向けて出発だわい。拠点が意外と進行を止めたりするからな、味方の。やっぱこう馬に乗るはもうこの無双3からの上等手段だな。圧倒的に被弾率が減る、まあ、こっちの火力も減るけど被弾率が減るな。肉まん欲しいな、そろそろ。味方を回復させて、おほらいいね、よし。ないじゃん、ちょっと体力は、体力で士気が早期で。そうそうだから、まずいんだよな。まずい。これ、ちょっとむずいのが、8の字。は、じゃあ結構食らうな。8の字で移動しながらが。おい、オッケー。拠点ぶっ壊した。来ましたよ、ようやく。これで、こっちの式爆上がりモードでしょう。さすがに。どんがらかしちゃう。これいつ見てもよくわかんない。なんで火つけた方に飛び乗るんだお前は。安全な方に逃げろ。天を見ませ。この炎こそ我ら孫悟の勢い。盛り上がってんな。お肉まん、これ多分あれだな、あの壺のやつだな。全軍反撃開始。おら、獲物に向かって一直線よ。これでこっちの拠点も潰せるのかな。一気に叩く。装備の軍とやってる。装備はもうゴミだからいいっしょ。装備も士気ないからね。ちょっと嫌だな。
やべ、まずまず交代だけするしよ。これが相手の指揮はサガリンス。 OK、 いいよ、今回なかなかいいんじゃない。今までで一番進んでる。これあの加工園と、 あと誰だっけ、倉庫だったっけ、誰か忘れたけど、あのセットにいたやつ、あれをいかにスマートに倒すかな。鮮やかな大人に、ちょっと撃つわ、イズム回復してくれ、イズムと回復、カマワン来てくれ、イズムカモン、うーん来てくんない。よっしゃ、まあいいでしょ。これで取って、これは肉まんか、あそうか、肉まんってそんな連チャンでは出ないのか。探しに行こう。知らん間に俺のゲージは黄色になってんじゃん。さあ、ちょっと式見ていい ?3。ああ、もうこいつら時間の問題だな。俺がほっといても、やってくれるな、これは。画面内に映さん方がいいな。お、肉まん!女来い。お前回復したいだろ。近くにいなくても回復するよね、肉まん取ったら。早急死んだわ。よし、これで進んでいこう、我らも。ああ、間違えた。ちょっと進みがある。早急死んだな。あ、死んでないか。上に上がってったのか。早急を倒したのか、さっき。よし、これで。ここに来たので、ちょっと俺は休憩していいか。まあ、あとは君たち任せた。ちょっといい武器拾いたいな。いい武器を拾いたい。あの、時刻法でいい武器は取れるんだけど、でもあれだよね、その、理論上最強の武器って、こうやって素で取った方が可能性はあるってことだよね。時刻法は時刻法に乗ってる武器しか取れないわけでしょ?ってなると、本当に攻撃20、防御20、チャージ20、無造、20みたいなのはこうやって素で取った方がいいってことだよね。可能性は秘めてるってことだよね、おそらくね。違うのかな、ない、そう俺は理解してるんだけど、なんかこういう難しいステージでは取っていった方がいいんじゃないかっていう。お前ら行け行け、やれやれ、ぶっ飛ばしていけ、みんなでやってるやってる。お、ナイス。砲塔がやってる。気合の入り方が違うな。やるじゃん、君たち。さあ。これは?入ってる?入ってない。せんねえな。今こそ勝機。はい。攻め立てましょう。攻め立てるぜ。俺たち。やり合ってんだろ。これ。ここらで叩いときましょうかね。そうそう。そうそう、まだ士気も残ってるわ。やべ。これ良くないな。片っ端からやっていくか。こうやって。片っ端から釣っていけば、被弾のリスクを減らせる。火力が低いっすね。火力ちょっと低いっすね。あれ?これほんとこの集団戦苦手な、この子。俺いない方がいいな、多分。俺いない方が早いと思う、これ。そうそう、侵入拠点とか、ぶっ壊してくるそう。ちょっと粘るか、ここで。俺が画面から離れて。やってくれ、お前ら。もう曹操の指揮もない。お前らね、やれる。そうそう、だけにしてくれ。やってくれ。いやー、一安心だよ。これ、あれだよ、日本にするか。今回で、周遊リベンジ編。次で、
聴覚さよなら編、さよなら聴覚編。いやーなかなか長かったね。長い、結構やったよね。無双方がなんだかんだやってる気がする。どうしていこうかな。まずはちょっとアイテムを取っていこうか。でなんかこっちの火力自体は猛暑電の方がすぐ出るらしいんで、まあ、それでちょっとシュラモードやってみてもいいかもしれない。シュラモードっていうかシュラ難易度、シュラをオリジナルディスクで。俺の軍団がやってる。そう、死んだ。やりつつ、あの列伝モードみたいなやつをやりつつ、いいね、やれることがいっぱいあるね。うむうむ、よきよきだよ。それだいぶやってくれたんじゃねえか。まだか、やってるか。よし、俺がやってやる。わいがやったる。硬いなこいつ。いや、やる。なんか孫権もやってる。おらおら、いいね。みんなでこのみんなでやっていく感じよ。これをまさか難易度修羅でも、ちょっとやばいっすねこれ。難易度修羅でもやれると思ったらって言ったんだけど、やはり雑魚兵相手にも勝てんな。おそれそれ、俺にやれ。頼む回復、女、俺に回復くれ。ナイスだぴょん、ナイスだぴょん。それそうそう、ちょっと降りろお前、降りろお前は。まずいな、なんか来たんだけど、なんかこっち来たんだけど。まずい、もう回復に解けたんだよ。まずいまずい、これ行くしかない。まずい、これまずいぞ。非常にまずいっす。逃げろ、ちょっと一回逃げろ。まずい、なんか追っかけてくるこいつ、ストーキングクソ野郎。ちょっとまずいっすねこれ。タイマンでは勝てないし、何？そう、回復してくれ。回復すれば俺ら勝てる。そうすれば勝てるんだ。まあこの無双が唐突に出てくることはないからいいよね。ため時間があるから。ここまで飛ばした、なんだお前、ここまで飛ばしたら多分相手無抵抗モードになるだろう。初期位置に戻ろうとする。ナイス、勝てこいつ、勝てえぞ。チャージラッシュ、なんだこいつ。よし、やっとクリアできた。これをクリアするっていうのはなかなかじゃない、なかなか。ロシュクが死んだけど、すまん、ロシュク、許してくれ。いやー、ハードだった。ゴミですね、やっぱり。いや、ダメだ。新しい護衛部署、なんだこいつ。この護衛、時刻砲にかなうもんはいないな。よし、ということでありがとうございました。次はね、聴覚編やります。それじゃあ、さようなら。